柳原茂雄は元社会新報の記者で現在はフリーのジャーナリストである。福岡県久留米市生まれ、佐賀県の都市で過ごす。父親は社会党員で少年時代は社会党の機関士、社会新報の配達をして活動を手伝うこともあった。1983年早稲田大学法学部入学のため上京。在学中の1985年に、 総価学会へ入会。1987年度を大学卒業後、マスコミ底辺を転々。自民党、社会党、新党先駆けの連立によって、社会党の党首でもある村山富一氏が首相にもなっていた1993年11月から1996年12月まで、社会新報の記者として勤務。1997年1月に独立後、 フリーランス。柳原茂ウェブサイトで執筆活動を開始。中田光彦、稲山光雄の名義で発行し、日本共産党や北朝鮮の拉致問題などを取り上げた著作もある。旧社会党系の記者だったが、中華人民共和国、旧ソビエト連邦の政治体制を批判している。総価学会の信者ということもあり、本人自身が、 妙法のジャーナリストと称しており、主に、第三文明社や、塩出版社等に掲載し、また、創価学会関連の著作も多いが一方で、第二次、安倍政権時に、創価学会の支持母体でも、ある公明党と共に賛成し成立した、特定秘密の保護に関する法律に反対しており、日本労働組合総評議会系の、労働情報編集委員でもある、安田孝一党と共に、 秘密保護法意見訴訟を支援する会の原告の一人として名を連ねていたりもする。2002年9.11月、2005年3月、総価学会と敵対した元弁護士、山崎正智より、著作本の内容等をめぐって名誉毀損を理由に提訴されるが、2009年1月、原告死去に伴い訴訟集結。2003年12月、2004年6月、 名誉毀損を理由に、ジャーナリスト奥骨正らを提訴2008年110万円の証訴判決が最高裁で確定。2003年3月、日本共産党より名誉毀損著作権法違反を理由に提訴されるも2004年10月同党が全ての訴えを取り下げるなどの内容で和解成立。2009年11月、 総価学会と敵対した東村山市議会議員、矢野穂積より名誉毀損を理由に提訴され最高裁まで争った末、2013年11月に終結し、20万円の一部敗訴が最高裁で確定している。2021年、門田隆首相の盗作疑惑を著書で取り上げた、中田光彦名義、稲山光雄名義。ありがとうございます。